はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は心理学的なお話で、うつ病に関してお話をしていこうと思います。うつ病にもメリットがあるんだっていう話なんですが、うつ病にメリットってあるのって、結構驚きかもしれません。実はあるんですね。で、どんなメリットがあるかっていうと、まずは実験のお話からしていきますね。で、これはうつに悩む男女と、それからメンタルが健全な男女それぞれに集まってもらって、で、それぞれにパズルを10種類解いてもらったんですね。で、そのうちの2から3個くらいっていうのは絶対に解くことのできないパズルの問題になっています。で、そんな解けない問題も交えつつ、うつ病傾向にある人とメンタル的に健全な人とでどんな差が出るのかっていうことを実験しました。で、その結果一体どうなったかっていうと、答えのあるパズルに関しては、要は解けるパズルに関してはメンタルがいいとか悪いとかっていうその状態に関わらないで、同じだけの時間を使って頑張って解こうとした、取り組んだっていう結果でした。一方で絶対に解くことができないなっていうパズルに関しては、うつ傾向にある人の方が、あ、これってもう解けないんじゃないとか、解けないかどうかって結論まで出せたか分かんないんですけど、もう難しいからやめとこうって気づいてさっさとやめてしまったっていう結果だったんですね。じゃあその解けない問題に対して取り組まなかったからうつ病の人ってやる気ないんじゃないっていうと、そういうことではなくって、これに関しては決してもともとやる気がなかったとか下がっているっていうわけではないんですよ。取り組む価値のある問題については最後までやろうと、だからさっきの7個から8個くらいの解ける問題に関しては解き切ろうっていう気力っていうのはきちんとあったんですね。むしろ自分の知能、知識とか行動力に対して、いや、私はここまでが限界ですねっていうのを知っているんですよ、うつ病の人って結構。だから、できないことはもうできませんっていう判断がかなり早いんですね。で、精神が、メンタルが健全な人がうつになっていってしまうっていうのは、そういった知能とか行動力に限界があるっていうことを自分が把握できていないから、キャパシティを超えてしまった瞬間に私は終わったってなっちゃうんですよ。それが鬱になっていく原因だったりするんですね。だから鬱になっている人たちっていうのは、一度その自分がもうこれじゃ無理だっていう経験をしているので、余計なことに体力とか時間とか知力とかっていうのを使わないで済んでいるんですね。そういう意味で鬱にかかっている人はメリットがありますよっていうことが言えるということなんですね。じゃあ改めてうつ病のメリットっていうところは一体何なのかっていう話をしていくと、当然うつ傾向にある人に関しては本人にとって辛い状態っていうのはもうまず間違いないんですよ。ところが一方で自分の能力ね、頭、知能とか行動とか体力とか、それから手持ちのお金とか使える時間とかっていうのを余分に使わないでセーブする、抑えとくっていう力を持っているんですよ。しかもそうするためにどうしたらいいかっていう判断力も高いって言われてるんですね。で、よく言われている諦めが肝心とも言われているように、見方を変えれば周りにも環境にも振り回されないで、いや私はもうここまでなんですっていう風にちゃんと考え方の軸を持っているんですね。だから従って生きていくチャンスがあるということなんですよ。ただもちろん生きていくのがしんどいとか辛いとかもうダメだっていうくらいひどい状態であるのであれば、病院に行ってきちんとお医者さんの診断をもらった方がまず間違いないです。ただうつ病になること自体が悪いとか、それをことを責めてしまうっていう必要は一切なくって、今言ったように自分の限界を知っているからこそ、じゃあここまでは頑張ろうとか、これ以上はやめておこうっていう判断力が身について、かつ自分のことをきちんと気遣ってやれる心っていうのが育んでいかれるものになるので、役に立つこともありますから、鬱になることが悪いんだっていうことを気にしすぎない方がいいですよっていうのが今日のお話でございました。ですんで、うつ病は決してデメリットばかりではないですよっていうことをぜひですね、この動画を通してご理解いただけたからかなというふうに思います。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。
も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。